隠すのですね。
巫女の忍び、お待ちしていました。すみません、お米がまだ。また。そなた、なぜ戻られた？使命など決してここにはありませんゆえ、どうか静かにお帰りくださいませ。そなた、使命など決してここにはありま、使命な。
手引書きはの二つあるぞい。一つは生書き、一つは星書き。あっちじゃ。星書きはあっちじゃ。徳沼を越えて巣穴に潜り込み、星書き盗んでくれようぞ。星書き、どういうことだ。おい、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよう。米だ。おお、おお、まさしく巫女様のお米。ありがたや、ありがたや。お告げを頼む。星書きを欲するならば、猿回し、猿を踊らせ、食らわせなされ。星書きを欲するならば、猿回し、猿を踊らせ、食らわせる。猿を踊らせるとは、一体。
戦況に至るための功集めも進んできたな、狼よ。引き続き頼むぞ。源の好機、その一つは源の水が濃く溜まった場所で咲く白い花だろう。はい、落ち谷を探ってきます。落ち谷は城の裏手の林の奥にある白蛇のお社。言葉の通りまともな道はつながっておらぬが、好機を放つ石が祀られた村が芦名の底にあるという。身投げ場から飛び降りればおそらくたどり着けると。鳥居をくぐった方、そちらへ。わかった。床桜は枯れ。はい、ですが何者かがと、失われた、持ち去られた枝にしても先に他の子を集める。ぎょい、行くか狼よ。はっ。狼殿。狼殿、ほんの眉間のシワが、九郎様の節立ち。では、ま。石垣を欲するなら猿を。星垣を猿を。